全体兵器は、奈良時代から平安時代前期までの歴史を扱った軍旗物語。一般的に癒しや廃止と呼ばれる。本書は、いよいよ吉田藩にて、御天意を務めた平重戦安が、聖徳年間に表した。平安時代中、後期に起きた合戦、内紛を描いた全体兵器の前史で、聖武天皇の即位から、 第五天皇の治世までを一事件ごとの物語を一条とし、その集大成として146条にて成り立っている。本書の特徴として、伊勢物語や、源氏物語の記述に熱心であること、仏教の記述が多いこと、仏教、神教、儒教の三教いずれにも偏らない、啓蒙書としての立場をとっていることが挙げられる。後に本書を転居として、武部あやたりが、 本庁水古伝を表すなど、江戸時代中、後期の著述家に大きな影響を与えた。また本書は、太平記の流行にあやかった通俗史書ではあるが、そこに描かれる世界は、公爵、浄瑠璃、歌舞伎、小説などに多くの題材を提供し、歌舞伎鑑賞や特本を行う上での下地となる、歴史教養を、当時の江戸の人々にもたらしたものである。徳年間、 146条全21巻。謙春三人、立花名義。ありがとうございます。